こんばんは。こんばんは。最近寒くなってきましたね。鍋の美味しい季節ですね。朝すぐ起きて、指を動かしたりギター弾いたりすると、めっちゃ手が痛くなっちゃう可能性が危ないね、あるから、今日は、私がやっている朝のトレーニング、指の運動を紹介したいと思います。ありがとう、お願いします。まずは布団から出る前にこうやって寝ながら寝ながらゴローンってしながら、グッパーグッパーって手だけは動かすのね。そう、グッパーグッパー。お、なんだか血行が結構良くなってきた。笑って笑って、はい。で、次にギターを持ったら、まず、こっちの指を、右手を、このピースで、人差し指をこうやって弾いて、次に中指をこうやってどんどん弾いて、交代交代に弾いていきます。はい。で、こっちの指は、0、1、2、3、4って弾いていく。ピー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 ね。弾いてみて。はい。で、次にもうどんどん。あ、違う。ここから。あ、ダメだ。で、9フレット。で、その後に、で、どんどん逆に持ってって、で、上の弦に行って、ヒューって行って、上の弦に行って、ヒューってなって、で、それを後戻りして、上の弦に行って、ヒューって行って戻る。なんか面白い音したね。それを、6弦のここまで繰り返します。ね、全部やるんですね。はい、それをまずはやります。はい。で、その次に、ちょっとだけ、とりあえずなんかフレーズを弾きます。私がやってるのは、で、この弾き方は、こっちの右手を、ピックとか何でもじゃないけど、ピックとか、あと持たないでこういう形にして、こうやって爪で弾いたりして、で、上下って、弾きます。で、まずこっちをどんどん、まず6弦を、1、2、3、4って弾いたら、次5弦に、1、2、3、4って言って、で、1弦までそのまま、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4ってやったら、次、こっちに今流れてったので、次はこっちに戻ってきます。上に上がるんですね。全部4回ずつ。はい。で、次にこっちの左手が、まず1回目の、全部でこっち、最初1個の弦に対して、4回鳴らすんだけど、まず1回目は1フレットを押します。で、次に4フレット、2回目、4フレットを押して、次に2フレットで、最後に3フレットで、それをどんどん下の弦もでやっていくと、さっき最初弾いたやつになります。なりません。頑張ります。頑張ってね。はい。で、
それが終わったら、はい、私はいつもなんか練習したい曲とかを練習します、はい、なるほど、うん、でその前に、うん、なんかまだ指の運動足りないなとか思ったら、うん、例えば簡単な曲とかを弾いてみるのもいいと思います、はい、じゃあちょっとなんか弾いてみる、チューリップを弾いてみたいと思います。あ、いいですね。じゃあ行きます。はい。こういう風に弾いてみるのもいいと思います、はい、で、あ、そういえばそのパーカッション奏法をやってみたいっていう人がいっぱいいるので、うん、ちょっとここでやり方を説明したいと思います。はい、お願いします。まずじゃあチューリップでせっかくだから紹介していきます、うん、まずパーカッション奏法をするときは、まずここ手の親指のこのところで、ドン、硬いところ、うん、うん、ドンってします。はい。で、これがドンで、うん、次に親指で、親指いっぱい使わない、うんうん、ここのここら辺で、ここだね、弦をで鳴らします。ああ、うん、ここの6弦か5弦ら辺を叩く感じ。あ、本当だ本当だ。で、めっちゃ軽く、力をつけるとこうなります。だけど、なんか軽い方がなんか音がいい気がする、うんうんうん、高い音が鳴る感じがするよね。うん、から軽く叩いても全然出るので OK です。はい、誰でもできる。あ、この音かな。ん？なんか違うかな。練習します。うん、はい。で、それをやったら、うん、もうこれをひたすらドドドドドーンってやって、繰り返し繰り返し練習して、ね、これだけで。はい。で、次に、うん、例えばゆっくりゆっくり。合わせていきます。なんでこれをもう何回も慣れるまでやっていきます、うんうん、そうすればできます。頑張ります。そうだね、みーちゃんと一緒に作った動画の中にチューリップの練習曲のタブ譜も作ってあるので、また URL を概要欄に貼っておくので練習曲に使ってみてください。はい、じゃあ皆さんもこれさっき教えたやつやってみてください。ありがとうございました。はい、ママも練習頑張って、みーちゃんみたいに上手に弾けるといいな。頑張るぞ。おお。今日もみことチャンネルご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。これからも楽しい音楽番組作っていきますので、チャンネル登録よろしくお願いします。また次回お会いしましょう。バイバーイ。